ソビエト連邦共産党書記長は、ソビエト連邦共産党中央委員会の職務上の役職。正式には、ソビエト連邦共産党中央委員会書記長と称する、ソビエト連邦共産党の事務官であり、ヨシフ・スターリンの在任中は同党及び、ソビエト連邦の最高指導者という位置づけであった。これに習い、書記長という肩書は、 他の多くの共産党の指導者に用いられた。1953年から1966年までは、第一初期という肩書きであり、ニキータ・フルシチョフ及び、初期の頃のレオニード・ブレジネフがこれを用いた。スター・ーリン政権以前は、ソ連共産党政治局において、ウラジービル・レーニンが最高指導者の地位を占めていた、ことは、疑いの余地がなかった。 1919年以降、責任初期が、党中央の事務を処理したが、政治的役割は果たさなかった。地方の党委員会の責任初期は、それぞれの委員会の指導者を務めた。1922年に新設された、初期長は、純粋に、行政上の規律的な役割であった。スターリンが最初に選出されると、党機と党に対する、あらゆる従属と党の一般方針、 派閥争いに対する罰則、党の指導者の仕事を任務とする民主集中制の原則が適用された。より高等な組織が、下部組織に全面的に義務を負わせ、党幹部である初期長による統制は、より強くなり、別の党の指導者間における地位は高まっていった。中央政治局の他の局員たちは、党幹部からますます孤立し、分裂し、 スターリンが異なる党派を互いに対抗させるのを黙認して漁夫の利を得たことで結局彼ら自身は排除された。1930年までに党のみならずのソ連の事実上の指導者にまでなったのはスターリンのみであった。スターリンの権力による支配力がより確かなものになったことで彼は党の公式の役割を軽視し始めるようになる。スターリンの周囲で 彼に対する個人崇拝の発生が容認された。1927年の第15回党大会後の12月19日、最初の党中央委員会総会にて、スターリンは役職の廃止を提案したが、それは反対された。1934年、1939年及び1952年の党大会の後、それにより選出された中央委員会は、 スターリンが初期長であることを確認するためのものではなくなっていた。むしろ、スターリンは役職に関係なく、政治局、初期局、そして組織局に選出され、中央委員会初期として書類に署名することをますます、好んだ。しかし、1952年10月に初期長職が正式に廃止されるまではスターリンが同職に泊まり続けたとみなされている。 1948年以降、スターリンの将来的な後継者として、ゲオルギー・マレンコフが初期を務めることになり、組織の指揮を取る。その後のスターリンは、初期局の仕事から、ますます離れるようになる。スターリンが死ぬ少し前の1952年10月16日、スターリンは、初期長の役職の廃止を含む等の指導者の再編成を行った。スターリンの死によって、 中央委員会の統率が再編成されたとき、初期長の座は一時的に空いたままだったが、政治局の上級委員で初期局にいた二人の人物、すなわち新首相となるマレンコフとに聞いたフルシチョフがいた。当初初期局の筆頭に名を連ねたマレンコフであったが、後に、組織の事実上の支配権を握ったフルシチョフによって、1953年3月14日、初期局から追われた。 1953年9月14日の党中央委員会にてフルシチョフはソ連共産党中央委員会第一書記に選出された。当初は集団指導体制を考えていたフルシチョフも自身の政敵の追放のためソ連共産党第一書記の権限を強化した。この第一書記という故障は1964年に フルシチョフを失脚させたレオーニード・ブレジネフの時代でも継続されたが、故障に対する党幹部の不満が表出した。1966年の第23回党大会にて初期の故障である初期長が復活した。1991年8月のクーデターを受けて、ミハイル・ゴルバチョフ大統領は初期長を辞任し、ウラジーミル・イワシコ副初期長が初期長代行を5日間、務めた。 1991年8月29日、ロシアの初代大統領となるボリス・エリツィンが、ソ連共産党のすべての活動を停止させ、ソ連共産党は解散した。ありがとうございます。